次に川原聖彦さん市民連合クラブの川原聖彦です通告に基づきまして質問を行いますので理事者のご答弁をよろしくお願いいたします最初に 五年後の宮津市農業の姿をどう描いているかであります。まあすでに報道をされてますように、政府与党は新たな水田政策の方向を固め、1970年から始まった米の生産調整減産政策はを五年後には廃止されようとしています。減産政策は 戦後の米増産政策による生産量の増加と食生活の変化による消費の減少で1960年代後半に米が余るようになって大量の在庫米を抱える国の負担を軽減するために導入をされました主食用米を生産抑制して 価格を維持することで米農家の経営を守ってきた反面生産効率の向上につながる農家の規模拡大を遅らせることにつながったとの指摘もありました政府見直しの概要は生産調整の強力なメリット措置として機能してきた減炭に参加する農家に 1 0ル当たり1万5千円を支給している定額補助金を、まあ、来年度から7500円に半減し2018年度の減産廃止に合わせて支給をやめることまた米の価格が基準を下回った際の変動補助金を2014年度から廃止して新たに生産者の拠出を前提に減収の9割を補填する別の、まあ、制度に移行するとのことであります。 そして主食用米から家畜の餌となる飼料用米などへの転換補助金を現在の10アル当たり8万,8万円を最大に10万5千円に拡充し飼料用など非食料用米への増産へ誘導することによって主食用米の生産が自動的に調整され米価が安定するというものです。また 生産条件の厳しい中山間地などの農地を守る日本型直接支払い制度の現在の制度を拡充する形で2014年度創設が盛り込まれているところであります。なお耕作面積の拡大による生産の効率化を狙って農地中間管理機構を都道府県に設け狭い農地を集約して意欲ある農家や企業へ貸し出す 仲介役役をを果たすす割を担おうとしています政府が目指す国内農業の将来像は農地の大部分を利用する大規模農家や農業法人がそれぞれの経営戦略に基づく農業を展開するとともに大規模化の難しい中山間地には農村が共同して農作業を行う集落営農が担う姿であります。 米価が下がれば、零細農家、兼業農家は工作をやめ、農地の集約が加速する、専業農家の規模拡大が進み、企業的経営が進展すれば、生産コストは下がり、米価が低くても経営は成り立つという考え方であります。政府は TPP 交渉への参加で、米など重要5品目を 性として関税撤廃の例外としてきましたが関税が全て守りきれないことを念頭に置いたものであるのではないかと警戒感が強まっていますところで宮津市の農業経営の実態は2010年の農業センサスによりますと農家数は474戸専業農家145戸 兼業農家329戸、経合地面積は平均0.85ヘクタールであり、水田農業に関して言えば、25年度の米の生産数量目標における基本水田面積は471.3ヘクタール、うち作付目標は352.8ヘクタール、米作農家1戸当たりの 平均0.77ヘクタールであり小規模兼業農家の就労により高地は維持されているといえますまた農業従事者の平均年齢は71歳と高齢化している上担い手が育っていない状況にあります稲作は10ヘクタールから15ヘクタール規模の生産効率が最も 高いとされていますが当市では10ヘクタール以上の水田がある集落は75集落のうち12集落であります政府が目指す規模拡大をして生産性を高め米価が下がっても経営が成り立つ農業は当市においては1集落1形態もしくは複数集落1形態 1形態、A 体のが行う姿なのでしょうか。いずれにしても、5年後の減産廃止に備えて、準備を早急に進め、将来を見据えて、今後、新設されるであろう補助金や交付金を活用していくことが求められています。そこで質問をいたします。5年後ののの宮津市の農業の姿ををどう描きそれを実現していくために どういう施策を講じようとしているのかご答弁をお願いいたします次に国道312号宮津与座道路海宮津大橋,大橋道路敷用地の利用についてであります当該用地は京都府の管理下にありフェンスで囲まれた用地6カ所約1万2000平方メートルがあります 環境改善にも心がけていただいているところですが雑草の茂る時期には虫もわき近隣の住民から有効な利用活方法がないものかとの意見が出ています有効な利用方法の一つとして多目的広場としての利用があります最近高齢者の間で盛んに行われるようになったグランドゴルフの 練習ができたり子どもたちの遊び場や地域コミュニティの場としての多目的広場に整備をすることによって地域住民の交流の場を広げることになり声かけ活動や健康増進に寄与することが期待されますまた利用する人たちが自分たちの広場として意識をされ清掃管理に至るまで 責任を持っってていいただだけるるようにになり環境整備ももつ,か、ま、つながるものだと思っています過去には宮津市を通じて地元への利,利用意向調査があり現在こうした機能を持つ広場は西部地区には滝上公園西宮津公園中部地区には島崎公園がありますが市の東部南部についてはありませんので多目的広場として整備されたいとの 要望意見が出されてていいいたと聞いています多目的広場以外にも、市営住宅トリガー団地の路上駐車対策としての駐車場の確保や、昨年12月、私が一般質問し、検討中となっていますドン・グランの設置箇所の候補地の一つとしても、利用活用が考えるのではないかと考えています。 環境景観改善と住民の福利の向上に、国道322号、宮津・与田道路、上宮津大橋道路式用地の利活用を進めることを提案し、私の質問を終わります理事者のご答弁ををよろししくお願いいたします。 はい、井上市長河原議員のご質問のうち1点目の5年後の宮津市農業の姿について私からお答えをいたしまして2点目につきましては担当出張からお答えをいたしますまず本市の農業の現状でございますが議員も少し触れられましたが 農家1個当たりの経営耕地面積は平成22年の農,業農林業センサスでは時給的農家を含めると平均50アールでありまして販売農家の474経営体を見ても1ヘクタール未満が361経営体で76%を占めております。小規模農家による小規模農家による営農が中心であります。 また平坦地が少なく中山間地が大部分を占めておりまして条件的にも不利な状況下でございます近年では有害鳥獣の被害も増えるなど営農を維持し農地を守っていくことが徐々に厳しくなってきている状況にあると認識をしておりますこうした中で現在国において議論されている農業施策の転換につきましては私どもに もう現在のところ詳細な情報は来ておらず新聞報道等の情報レベルではございますが5年後の2018年を目途に生産者が行政による生産数量目標に頼らず自らの経営判断や販売戦略に基づき需要に応じた生産を推進していくことや 来年度以降生産調整に参加した農家に交付されている米の直接支払金支払い交付金を減額することが検討されるなどこれまで以上に農業者の経営感覚が求められる仕組みに移行する方向が示されておりますこのことを見据えて5年後の宮津市農業の姿をどう描いていくかとのご質問でございますが 基本的には国の政策転換の影響を受けにくい足腰の強い農業にしていかなければならないと考えております。そのためにはまず他地域との競争に負けない高品質な農産物の生産に努めることが肝要と考えております。本市には西日本で最多の10回の特営の評価を受けている丹後産コシヒカリ。 京阪神の柿市場で花市場で評価の高いストック小菊などの柿今日のブランド産品の山の芋九条ネギ JA 京都管内の水筒苗の1億を担っている水筒採取種苗会社との契約栽培による素材,素材採取など素晴らしい特産品がたくさんあります。これららをしっかりりと守りさらに はこれらまで以上にに、ブランド力をを高めめるる取り組みを進めるとともに農産物の高付加価値化を高めて環境に優しい農業を実践するエコファーマーの取得促進や特別栽培の生産を推進するなどより安心・安全を PR できる農産物の生産に農業者関係団体と連携をしながら 地域全体でで取りり組んいいかなななければならないと考えておりますまた同時にこれらの作物を後継していく担い手の育成確保を図っていかなければなりません。今後の地域の農地を誰が担いどういった作物を振興していくかなど地域で話し合い計画にまとめ計画に基づき実践していく人農地プランを現在 3地域で策定済みでありますが引き続き地域に入り市内各地域で策定できるよう努めていきたいと考えておりますその中で地域の実情に応じて集落営農組織化への誘導あるいは集落営農組織の法人化新規就農者の定着等が図れるよう必要な支援を行い担い手の育成確保に努めてまいりたいと考えております さらには、本市の強みを生かし、観光基軸に農林水産業、商工業が密に連携をし、高付加価値の加工品作り等の独自産業化や、地産地消を推進しまして、農業所得向上による魅力ある産業にしていきたいと考えております。ご理解賜りますよう、よろしくお願いを申し上げ、答弁とさせていただきます。 はい、魚屋建設室長。私から二点目の上安大橋高架下の道路敷用地利用についてのご質問にお答えをいたします。ご質問の道路高架下にある用地利用につきましては、昨年。市民の方から、グランドゴルフ場として利用したい。 というご相談があり、京都府とその活用について協議した経緯がございます。その中で当該用地の活用には、大きくは道路法により管理者の専用許可を受けなければならないとなっているところでございます。その専用許可の内容でございますけれども、専用主体につきましては、強角等の損傷、亀裂、剥離等の有無の点検、 高架の道路からの落下物の有無の点検、不法専用、不法投棄、落下機等の点検など、道路管理者に代わって、的確にこれができるものということでありました。また、許可条件といたしましては、専用区域内と周辺の清掃、除草、その他の管理をすること、当該用地の利用者により、周辺の道路上に違法駐車されることのないよう、 適切な措置、また落下物に対する安全確保の必要な措置を講ずることなどがあるということでございました。さらに、広場として利用するには、既存ガードレールの撤去や、盛り土、排水口などの敷地造成も必要でありますが、これらは全て原油者負担、すなわち専用者負担とするということでありました。このようなことから、この土地の利用については、 しっかりとした土地利用計画の策定が前提ということで、活用には至らなかったというものでございます。今回、議員ご提案の多目的広場、駐車場、ドッグラン等につきましても、同様の厳しい条件や課題が予想されますので、慎重に検討してまいらなければならないと考えております。 城南、城東部の皆様には、ご不便なことがあるかもしれませんが、市街地には、議員もお触れになりましたが、都市公園の、島崎公園、滝上公園、西宮津公園のグラウンドの他にも、近くには、鳥川団地、天神団地の公園、また、学校のグラウンドなどもございます。まずは、これらを活用していただければと考えるところでございます。なお、助走などの維持管理につきましては、しっかり、 対応していただくよう京都府へ要望してまいります。ご理解賜りますようお願い申し上げ、答弁とさせていただきます。はい、河原聖夫さん、はいご答弁をいただきました。えー、最初にあの農業の問題について、えー、いくつか質問をさせていただきたいと思います。あのまず宮津市の 農業の実態なんですが、先ほど市長からもお答えにありましたように、小規模兼業農家が支えているということで、多くはだから年金とか、あるいは働いて、賃金の中から補填がされているということで、農業自体では儲かってないということがやっぱり言えるわけでありまして。 でありますで、まあ、今その農業をですねなんとかその年金を入れながら農業をやっている方というのは、まあ、本当にこうどう言いますか経営的感覚でですね儲けようとかそういうことにはないわけでありまして実際今小さい時から親の農業をする姿を見ながらそして 手伝いをしながらその経験を生かしてですねまあ退職後農業に従事しているというそういうまああの姿でありますまあそのことがそして今その方々のですね、えー、後継者があいない、まあ、どうしてこうお自分は先祖から守られてきた農地をなんとかあか 守って、そして他の人たちにも、近隣の人たちにも迷惑はかけないと、高速放棄地にすると迷惑がかかる、迷惑をかけない、そういう一心で,です、ね、今、農地をです、ね、守っていただいているというのがまあ今、宮津市の高地を守っている方々の実態ではないかというふうに思っているわけであります。まあ、若い人たちもど、ね、どんどん えとここから離れていく、行っているという、都市部に住んでいるという、もう農業は経験がないので、この後、果たして今やっている方々が、リタイアしたときにどうなっていくのかといったことは、真剣にまあ考えなければならないといううにも思っております、しかもその今、5年後どうなっているかということを問いましたのは、そういう減産の政策がやめられようとしている。これは米価が 今,今でも米価が低落傾向にある中でもっとどれだけこう米価がです、ね、低くなっていくのかとそこにです、ね、5年後がどう描いているのかというのがあると思うんです米価が下がったときにです、ね、政府は米価が下がったときに農地は手放されるだろうとそして、専業農家に集約されるだろうとそして効率的な経営ができるだろうと。それが あのまあ、むくろみということは、まあ、先ほども言いましたけれども、果たしてこの宮津,宮津のお農地というのは、そういう経営感覚なんかでやっている人はかなり、まあ、少ないと思うただ、まあ、ただやっぱり自分の農地を自分で守りたいという一心で、まあ、行っているわけです。で、まあ、ここでですね、えー、米価が,が,が低落してですね、 もうその経営がますます成り立たなくなるということになりますと、まあ、今、宮津市の農業を考えるとです、ね、リタイアした人たちがどこへ預けるか、まあ、米価が下がらなくてもです、ね、もう体がいうことが聞かなくなってです、ね、もう、あのー、リタイアをする、しかも農,農業機械もです、ね、古くなって、もう買い替える時期が来ているのに、買い替えずにずっと来ている。 まあこういう方も非常にまあ多い、もう買い替える余裕はない、ない、そういう人がね、必、まあ、然的に米価が下がろうと下がる前と、そういう時期っていうのは、もう5年先には、宮園が来ているというです、その時に、果たしてこの、専業農家の方がどれだけ農地を集積,集積してくれるか、その時に米価が下がっていれば、ますますこの中、専業農家自体もですね、 経営の危機にに、ね、陥るるとということにもなるわけでありますそういう意味で、その対策というのをですね、その時の対策をどうするんだということを聞いているわけであります。今、その12ヘクタール、10, 10ヘクタールから15ヘクタールを集積すればいいんですけれども、今やってる人は、市長もお答えになりましたように、1ヘクタール未満の人が75%あるわけですね。そこへ、そのいくらこのお土地が集積しても、中途半端な形で帰って、 あの経営はです、ね、圧迫されるそのことがやっぱり、えー、集積しようという方もです、ね、そういう不安がある、不安があるから、よし、規模を拡大していこうかということにはならないというふうにまあ思うわけで、その辺の米価がどんどんまあ下がっていく、そして、またますます兼業農家に負担がかかっていく、こういう時代をです、ね、5年後には迎えるんではないかというふうに思うわけです。その辺の辺農地を守る 対策としてのですね考えをですね生かしていただきたいわけであります。それでまあその一つにですね今市長もお触れになりました、えー、特産品をですね、えー、作っていくということもお触れになりました。えー、今ある、えー、ストックであるとか小規模であるとか。 山の上まであるとか、そういった今あるものを,です、ねえー、をより強めていくということをまあお答えありました確かに、えー、水筒プラス、えー、そういった牡蠣特産品ですね、そういったものが、えー、プラスにして進行していこうということなんですが、実際的にです、ね、どうしたら、えー、その5年後にです、ね、これを進めていくことによって、 例えば水筒、例えば2ヘクタール、プラスそういう特産品、これを進めていくことによって、どれだけの収入が確保できるのか、具体的なです、ね、数値を示してもらって、よし、それならやってみようかということになるわけであって、その数値すらも今、見えてないのが現状であります。農業振興、宮津市のです、ね、農業振興計画の中で、 4ヘクタールプラス、えー、特産品を、まあ、8個作るとかいう,ふうにあのにあります、そしてその目的とするところはです、ね、年間労働時間2000時間で農業収入はないですよ、農業所得が600万円を目指すんだと、農業振興規約の中にあるわけですよ。まあ、それが唯一の今 数字的に目標かなというふうに思っているわけですけれども、それを進めるために、水道プラス、そういった組み合わせで営農累計を作ってですね、作られているわけです。じゃの具体的にですね、その2000時間600、所得600万、これを上げるための、今、市長が言われました、いろんなものを組み合わせながら農業をやっていくんだということを言っているんですが、どういう経営体にすれば、その2000時間、 600万の所得が得られるようになるのか、これをまずね、はっきり示すべきではないかと思うんです、そのことによらないと、農業者はよし、頑張っていこうそこまでやったら、これだけ所得が得られるんだなと、そこで初めて頑張っていける、そして同時に今、担い手の育成もですね、作る、担い手の育成も同時にやっていくんだということなんですが、担い手側もですね、若い人も。 若い人も、あこれだけ頑張れば、ある程度所得が得られるんだと、よし、頑張ろうと、あとはあの努力次第でもっと稼げますよと、そういうものを示してないと、不安で不安で、よし、やったろうかということにならないわけですよ。しっかりそうしたね、あの数値的に目標を立てて、農業者の皆さんにこれでいくわやないかということを示してもらいたいというふうに思うんです。いかかがですかその辺 井上市長。あのあの農業振興、まあ、政策、施、まあ、策の方もですも、ね、やっぱり今はあの大転換の時に。 したのではないかなというふうに思っていまして、今まではあの宮津の方もま小規模の農家が中心でやっぱりこう水頭中心で来たんだというふうに思いますけれども、ここに来てあのやっぱ TPP の関連ですとか、また生産調整、今おっしゃったような5年後には減単がなくなっていくというふうな配信の話もありまして、今後はやっぱり思い切った宮津の特性を生かしたですね。 特産物もたくさんありますので、まあ、そういうふうな農業を展開していく必要があるんではないかなと今強く感じているところでもございまして、まあ、その方向といいますのは今も随分とおっしゃいましたですけども、まあ、やっぱり国の方の政策転換のです、ね、影響が受けにくいようなそういう足腰の強い農業にを 育てていく、作っていくということが基本的な方向じゃないかなというふうに思っているところでもないし、まああの先ほどもおっしゃいましたけども、たくさん本当にあの宮津にはあの特産物があ,あります。まあコシヒカリなんかは本当にもう単語を代表するようなお米ですし、まあこれなんかは本当にあのこの現代政策によってどんどんと縮小しちゃってもお流通の 方をしっかりと考えていけばそんなに下がらずにですねブランドのある高いお米としてできるんでも思いますしそのほかにも先ほどたくさん述べさせてもらいましたですけども花の柿の方の関連ですとかまた九条ネギですとか山のような特産物もありますのでこういうものを本当に宮津の中心的な特産物としてブランド力を高める 農業を展開していけば、決してそういうふうな影響を受けることなくです、ね、足腰の強い農業として大きくしていくことができるんではないかなというふうに思っているところでございますの、ね、で、こうした農業の方向を向け出して、今こそ大いに基幹産業としての宮津の農業をです、ね、進行していかなければならないというふうに強く思っているところでございます。まあ、いずれにしまししまてもこうした ブランド力のある農業を展開していこうと思えば、やっぱり流通形態が非常に今後、やっぱり重要になってくるんだというふうに思ってますし、また生産者と消費者を結びつけていく、そういう組織もやっぱりしっかりと。 立ち上げていかなければならないのではないかなというふうに思っています。まあよくあのこれまでもあの四国の上課長の話をさせていただきましたですけれども、上課長は葉っぱ産業で葉っぱビジネスでしっかりと農業としての生産を体制というのを作り構築していますけれども、同じようにその生産者とから消費者をつなぐまあ色りというふうな 組織を作ってですねそして、流通形態の方もしっかりと確保して、どんどんとビジネスとしての発展を確保してまそれにつれて、先ほど話がありましたような若い人もですね、投資からどんどんとまた戻ってきて、そして一緒になって生産活動に取り組んでいると、そういうふうな活況を呈している状況も見られるところでございますので、そういうことを思いながら、 そうしたしっかりとしたブランド力を高める農業を目指してま,あ、また一方ではあの九州の大山町なんかはあれですよねももくり植えてハワイに行こうというような方向でいろんな多角的な農業の方にブランド力を高めながら進行している方向ですので、まあ、そういう方向も目指しながらあのしっかりとした農業の進行をやっていくときは なならとなきになっているんではないかなというふうに思っているところでございますので、まあ、消費者に直接届けるそういう流通の組織を担う、そういうのを担うような組織の立ち上げなんかも検討をしていく必要があるんではないかなというに強く考えているところでもございます。まあ、いずれにしましても、今おっしゃっていただいたようなことをやっていこうと思えば、しっかりとした本当にあの計画、希望の持てる農業へ向けた どうしていくのかというふうな計画が必要ではないかなというふうには思うところでもありますのでまあアクションプランみたいなものを立ち上げてですね立ち上げるというか作ってそしてしっかりと市民の皆様にもお示ししながらですね一緒になってこれからの農業宮津にふさわしい農業を展開していこうということをお示ししていかなければならないのではないかなというふうに 思うところでございます。ご理解いただければありがたいと思います。それではここで約10分間休憩をいたします。それでは休憩前に引き続き会議を開きます。川原聖子さん。ただいまあの市長の方から農業に対するお考えをお聞きいたしました。あの私まあ第二質問の中でも言いましたように。 えー、具体的な数値を持って目標をです、ね、定めてほしいということを言いました。まあ、今お答えになりました、追悼と特産品を,を推奨していくんだと、でまあ、あの経営をです、ね、成り立っていくんだということは、金、まあ、々から言われていることです。それの 具体的な向かう方向といいますか、それがなかなか出てきない、こないんですね。考え方は分かりますが、それを実践していくための方策が見えてこない。また今、市長の方からアクションプログラムみたいなものを作ってということに言われましたが、ぜひそれはです、ね、具体的な数値を持って、農業者の納得のいく、これでやっていこうという、いける、 そういうアクションプログラムでぜひこ、ま、れ、あまあ、は作っていただきたいというふうには思っております。えーまあ、私がです、ね、農業者の方に聞いていますとです、ね、特に、まあ、あの中山間地につきましてはです、ねえー、だんだんもう高齢者が理解をしていって、引き受けてくれる人もいなくなり、山あいの方補助整備がしていない条件不立については、 もう誰も工作ができない、工作不工地としてですね、なっていくんではないかと、そういう、まあ、危惧しとられる農業者の方もです、ね、おられますそしてまさ,まさに今、小林議員が先ほども質問されたように、獣害が、獣害が、被害が,害が,害がそれに輪をかけてなってくるということで、大変なやっぱり危機感が、あの中産化の人についてはあります。 そういったこともですね、やはり、えー、念頭に置きながらですね、えー、それを守っていくために、農地を守っていくために、どうしていったらいいかということもですね、考えていただきたいというふうに思っております。あの地産地消ということも言われました、今、6十三業か地産地消ということも言われました、まあ、ある農家のことに方に聞きますと、ですねあの米のですね地産地消というのも、やはりこれからもですね、 考えていってみてはどうかというふうなこともですね、私の聞いているところであります。まあ、今あ、私も質問の中でも言いましたように、今、米のです、ね、生産量はです、ね、約350ヘクタールということになってまして、それをまあ生産数量で割った宮津市全体での生産数量と、そして米の消費が全国的には 1>, 1人、年間60キロというふうに、約60キロというふうに言われています、これを宮津市民の総人口でかけ合わせてみますと、ほぼこの宮津で生産されたお米が、宮津の消費者に全部伝わるということになります、そしてなおかつこの宮津市は、観光地260万人の観光地も。 来てているわけでありまし観光客も来ているわけでして、これらを含めると、宮津市地域全体で言いますと、宮津市で作った米は全部宮津市でさばけるという、まあ、計算になるわけであります、そういう意味でも、あのアクションプログラムの中でもで、ね、宮津市の米を宮,宮津市民に食べてもらおうそういったこともぜひ、ねまあ、中に入れてみてはどうかというふうに思っております。 それへの,ああの数値目標、まずその数値目標ですねについて、再度、どういったものを作っていくのかと、先ほど言いました2000時間、所得600万を目指すものについての具体化を、今あったら、考え方があったらお聞かせ願いたいというふうに思います。それと先ほど、再質問でちょっとお漏らしてました、神安大橋付近のですね、 え、高架下の利用方法でありますが、今あのあの付近はですね。上宮津地区と、えーまあ、上南部地区のですね、えー、境にあります、えー、その周辺には、えー？ちょうど高度経済成長時代に、えー、市の住宅政策に基づいて、えー、多くの方が多くの働く人たちが。 マイホームを購入して、購入して、今、その方々がちょうど70歳前後から80歳前後になろうとしております。市の政策の中で,です、ね、住宅を一体に作っていった、その方が今、高齢者を迎えている、その高齢者の方々が今、楽しみにしているグランドゴルフについてです、ね、ほ他の 西部中部地区にはあるけれども、この一体のですね南部地区にはないとぜひ作ってほしいという要望があります。えー、まあこのそのことを作ることによってですね、今その七十代前半から前後から八十八十代前後の方々がその地域で交わり、そして、えー 情報もです、ね、そして意見交換し、そういう中で見守りの体制なり、あるいはその今後のそこの地域のです、ね、高齢者の福祉の在り方、そういったものまでも考えられる、そういう場所としてです、ね、一体的に科目的広場として整備する必要があるんではないかというふうには思っています。 おるわけであります。その必要性についてですね。まず、どうお考えになっているのか。それについて、お伺いをしたいと思います。はい、井上しょあの、農業の方につきましては、本当に足腰の強い。農業。 またブランド力がある農業に向けてですね、アクションプログラムを、まあ、策定をしたいというう思っておりまして、まあ、その中でいろいろおっしゃっていただいたようなことについても、十分に検討を深めて、そしてアクションプログラムの作成に向けていきたいというう考えております。よろししくお願いします、はい、坂根建設長、えーまあ段階の世代があ今 それこそ,その65以上、まあ、70というようなことで増えてきておるということですで特に、えーまあ、私どもの住宅施策というんですか、えー、いう中でその東部南部あたりが多いというお話です、まあ、今の,その段階の世代がまさしくその高齢者になってくる。 といううのはもう日本全国そして宮津の市街地辺りもまさしく同じことでございますでまああのその中で本当にその銀、えー、さん今必要性と東部南部の多目的広場のまあ、多目的広場というかグランドゴルフ場いうような形での必要性はということのあのご質問やったと思いますで 私どもそのご承知いただいておると思っておるんですけれども、あの都市公園、えーまあ、14ほど私どもお、この宮津全体で、えー、管理、えー、作って管理をいたしております、それプラス、まああのえー、その他公園ということで、これもお複数箇所ございます。 からまた京都府んの方で、えー、海星公園それから、えー、天の橋立てというような形で、まあ、あの都市公園に類するもの公園の面積というのはもう全国で、えー、トップクラスということでございますでまああのー、1人当たり100を超え100平米超えるような形でトップクラスのお まああのご縁を緑地を持っておるということでまあ住みよさのランキングの中にもそれゆえにあの宮津の方住みよいということでえっと新聞報道もまあされておるというようなことでございますでそんな中で本当にそのまあ必要性というのは段階の世代がまあ高齢者が本当に健康で えー、そしてコミュニケーションを図ってもらう場ということで、えー、必要だということは重々承知しておるということでございますけれども、今の施設の中で、えー、お世話になると、まあ、多少本当に不便あのがあると思いますけれども、まあ、自転車、また今、歩く。 運動あたりも歩く歩き運動もやっておりますので、えー、既存のある、既存の、まあ、公園あたりで、その広場あたりを活用して、まあ、お世話になれたらということで、えー、私ども、まあ、答弁、第一答弁で、えー、させていただいたということでございます。でまあ、あのそんな中で、で、ご質問の 要ったからなんですけれどもその、やはり3つその条件が、条件というんですがクリアしなければならないハードルがあるということです、専用主体、から条件、から整備の関係、でこれら、あの本当にあのこなしていこうと思ったらあー、なかなか、あのどう,うですか、えー、覚悟を決めてやっていかんない部分だと思っておりますで、専用主体の部分は、やはり、えー、っと、 その団体の方にとか、あの地域の、地域会議というような形にはまあなかなかならないと思っております、市が出っ張らなあかんというふうにまあ思っておりますで、市が出っ張って、で、団体なり、その地域会議の方に委託すると。 利用してもらう人に委託すするとといううことで,すで利用してもらう人が本当にこの許可条件いろんな落下物とか落書きとかであの清掃の関係とかこれをきっちりやる,やるという部分でやらなければならないという部分で相当の覚悟が。 いると思いますでまあこの辺を本当に議員さんの方、えー、お世話になれる中で、えー、本当にその覚悟を決めていただくということであればまた共同の,の方もそんな余地、えー、は残しておりますので。えー まあ、あの再度、調整をしていくというような形になろうかと思います、からもう一つ、その整備の関係です、でこれはあの道路公社が上を、道路を築造しておるときにはあの、議員さんおっしゃっていただきましたように、えー、市の方から投げかけをいたしました。 で結果的にはあのー、各団体の方地域の方からは、特に、えー、これを本当にやりたいんだというような、あのー、ことはありませんでして、えー、結果的には、まあ、流れたということですで、その折には道路公社の方が、えー、築造と同時に下もやったるということで、あのー、あったと思います、ただ、もう京都府の方に遺憾をされましたで、要は先ほど申しましたように、もう整備については、えー、原因者負担。 ということでございますでこれをなんとかその、例えば、えー、今,今年度も出していただいておりますけれども、不眠工房、あ不眠工房というんですか、工房の、あのー、やつがあります、あれあたりは結果的には弾かれたんですけれども、安全・安心対策には資するものではないというようなことで、えー、弾かれたるんですけれども、教、ま、頭、あ、さんの方に言うのはなかなかあ難しいんだろうなというふうに思っております。まあ、で要はあ 市の方がまたこの整備については出っ張っていかなあかんとはあ,あかんということになっておりますけれども、それらをまあ総合的に考えしましたら、ちょっと慎重にならざるを得ないということで、えー、答弁を申しし上げました河、はい、原誠彦さ,さんの質問をすでに3回に終わりましたんですけれども、会議規則第64条の規定により、特に発言を認めることにします。川原政府さん 先ほど、出、ま、張、あの,の方から答弁き来ましたけど私の質問したのは、この高齢者のです、ねえー、福祉の充実についてです、ね、宮津市として、えー、どう考えているのか、またその、えー、宮津市がの施策で住宅をです、ねえー、してです、ね、皆さんにあの高度成長のときに、えー、入っていただいたと。 今その年代やっているその地域の高齢者の福祉的に考えてみればどうなのか確かに京都、えー、府との調整はかなり,やっぱりあの難しいといいますかいろいろ節制感なところがあると思うんです私はその意味にまずその,あの広場を作ることのです、ね、必要だということを私は思っているんですけどその辺については市長はですね 今どうお考えになるのか、何か今の,今の答弁ではです、ね、十分私の質問には答えられていないと思いうますし、その辺はいかがですか。 考え方どういうふうにあそこを考えているのかという,ふうなことになるんじゃないかなという,ふうに思いますけども、まあ、あの最初の最初のあのトレーニングランドゴルフなんかがです、ねえーまあ、本当にあそこで必要かどうかなことなんかは、まあ、本当、そのもんだというふうに思うんですけども。 まあこういういのを検討した方がいいんではないかなというお話もあったと思うんですけれども、いずれにしまして、マスクを使うためには、どうしてもやはり専用許可が必要になってきますので、簡単にそういうふうなうちがそういうふうに使いたいからというて使わせていただけるようなもんじゃないと。 いう,ふうな難しさがあるのではなないいかなという,ふうに思ってま,したでまあそういう中でも市としてどうしてもやりたいという,うなとなればですねその方の整備費用というのは市の方に全部かぶさってくるところでございますのでそうするからにはやはり投資効果のあるものそしてまた市民に喜んでもらえるものをですね 真剣に考えながらやっぱりやっていかないかというふうに思いますのでやっぱり慎重にならざるをえんというのが今の考え方ではないかなと思ってましてだからそういうふうにやっぱ市民を挙げてやっぱりどうしてもやらなければならないそしてまた本当にそれをやれば投資効果があるというふうなものであれば積極的にですね府の方にアタックをして。 そして、えー、専用許可を得てで、市の事業としてやっていくということも考えられますしまたあ、地域の皆さんが守って育てていかなきゃならないんですから、地域の皆さんの本当にそういう粘り強いやっていくんだという決意もやっぱりどうしても必要になってくるかというふうに思いますので、そういうもののような取り組みが総合的にです、ね、やれるというのであれば、 積極的にやっぱせっかく市の所有、じゃなくて市内にある有給の土地ですので積極的に考えなければ財産としてもったいないというふうに思っているところでございますのでまあそういうふうなみんなのこういう全体のてうんですかね盛り上がりみたいなものの中でないとやっていくのがなかなか慎重にならざるを得ないではないかなというふうに感じます。